도련님한테 시집가기로 마음먹었슈렴 아, 도련님, 그때 누가 있다고? 이거 다 무더기 거야. 음, 음, 음. 장욱의 빛을 알것같 칼을 찾아 드리겠습니다. 진문은 죽여서 잡아야 합니다. 모두가 나를 속이고 비웃고 있었다는 거냐? 도련님한테 시집가기로마음 먹었슈. 아니 도련님곁에 누가 있다고? 이거 다 무더기 거야. 장욱의 빛줄기 을가 찾아드리겠습니다. 진문은 죽여서 잡아야 합니다. 모두가 나를 속이고 비웃고 있었다는 거야. 본질화 파논. 사이슈아노 요곡ですね. 뭐 파논의 동화오今日で最後ですね. ま,あまたメイキング映像がね、公開されたら共有するかもしれませんが、本編に関してはもう最後ですね。ね。残念です。寂しいです。ですが、まだまだね、19話が終わったにもかかわらず、まだ謎がね、まだまだ残ってると。そもそも結婚するの、この二人じゃなかったのっていうね。ね。ダングとチョヨンだったじゃんっていうね。 やめてよっていう話なんですけど。いやー、またね、今日の20はまだまだ謎が解けてないですよ。えっ、ー、と、こちらですね。ャンウチャピッツコルルカジ,ャジムがまたね、悪いことを企んでますね。この人は。チャンオクの光を消す剣を戻してあげますと。で、ジンムがね、 ナクスをね、利用するんですよ。ね。さっきね、あの、こう、音、な、えっと、流してたじゃないですか。かおそらく、ナクスの時に何か仕掛けたんでしょうね。だから、その音を聞くと、ナクスは、こう、ね、なクス本来の、こう、怖いナクスが出てくると。 だから、ックスを利用するんじゃないかっていうことですよね。だから20話はですね、ハッピーエンドじゃないんだろうなハッピーエンドになってほしいですけどね。今ね、出てる話だと、ハッピーエンドの要素が一個もないですね。あとはこのシーンですよね。今までね、ウクと、これだけこう、ブロマンス、うん、仲良く笑いを取ってくれた聖者が、 モドガナレ、ソギグ、ピウクイソタンゴニャと。みんなが俺を騙してあざ笑っていったのかと。怒ってますね。ま、あチームがまたね、セジャのこう、な何すかね、あの、劣等感じゃないですけど、そこを利用して、また自分の、こう、悪いことをね、仕掛けてると。いうことで、あでもみんなね、僕も含めてみんな、 セジャーは、浮くと約束したよね、と。ね。あの、結界をね、なくすときに、あの、ちゃんおくが言ってたじゃないですか。自分がこれやるから、後の始末は全部お願いねって、セジャーに言ってから多分やったはずだから、セジャーもね、それを分かった上で、今、自分がチェワンソンだ、 ジャンソンのように振る舞ってると思うのでこれにねチームの仕掛けにセジャーがね要はその悪側にこう入ってしまったら本当に今までの19話ね何だったんだって話でこれはぜひやめてほしいですよね、うん、この人が悪人になることだけはやめて本当にやめてってみんな思ってません 本当僕は思ってます。まず皆さんね、まあ、残念ながらですね、あの、無クはシーズン2に出ないらしいんですよ。 まあ、無毒っていうか、ョンソミンですね。まあ、そもそもチョンソミンの体の中には無毒と、あとナックスがいるじゃないですか。なので、このナックスがシーズン2の主人公っていうのは噂でも流れてるんですよね。残念ながら。ということは、ョンソミンっていうのは無毒なので、シーズン2には出ないらしいです。うん。まあ、 まだわかんないですけどね。噂なので。ないことを願いますが、そういう噂が濃厚です。で、えっ、ー、と、ここでもですね、あの、無毒の、えー、と無毒のじゃないですね。<laughs> あの、無駄にもめ、我ら人注意の큰侵略を、ちにょっとただ。無読体の本来の持ち主は大きな侵略を持っているようだと。まあ、ーム4ですよね。 だから、無読っていうのはもともとブヨンでしたね。まあ、19話でね、過去の話が出てたと思うんですが、チンホギョンの娘、チンブヨンですと。なので、チンブヨンとなくす両方が入っていて、今回シーズン1で、残念ながらチンブヨンはなくなるという話なんですよ。どうでしょうね。なんかこう、 噂ではシーズン2はまあ10話ぐらいで12月にやるって言ってるんですけど、チョンソミンのないシーズン2どうなんだろうなみんなどう思いますかまあでもそれでも多分見るんだろうな。ね、チャンクは出ますからね、EJ は出ますからね。<laughs> おそらくですけど。 あとはね、先ほどもお伝えした通り、こう、筋を流すとですね、鳴らすと、ナックスが出てくるんですよ。ね。チームがまた言うじゃないですか。ナックスやにがないが最期の夜んごなと。ナックス。お前が俺が生きる道を開いてくれると。やめてーっていうことですよね。<laughs> ハッピーエンドじゃないの最後。カンドラって。ねえ、皆さん。 最後はハッピーエンドじゃないの本当にわからないんですけどね。ちょっと整理してみると、ね。えー、シーズン2の主人公はナックスらしいです。それが濃厚らしくって。っていうことはチンブヨン、つまりジョンソミンはシーズン1でさよならですと。じゃあ、あの、ナックスを利用するチンムに対して、 チ、えー、ョンソミン、つまり、チンブヨンですね。チンブヨンが何をするのか。で、ね、あの、この全19話でねあの、チャンオクとムドクは結婚することを決めるじゃないですか。プロポーズするじゃないですか。二人はね、もう結婚することが決まってるんですが、そこがおそらく、 悲しいエンディングになるかもしれないと。いうので、これね、あんまりね、こう、ハッピーエンドになる要素がないんですよ。先ほどもお伝えしたんですが。うん。いやーもう、話す言葉がないですね <laughs>。それを、その、ハッピーエンドじゃないっていうことを、あの、思うだけでも、話す言葉がない。これはもう、ニーズは見るしかない。だし、 シーズン2につなげるんだったら少しは、少しは残しとけよって話ですね。うん。二人のハッピーエンドを。今までの19話は何だったんだって話だから、ちゃんと二人が幸せになる結末をやってくれと。とみんなが思うところですね。シーズン2ま、シーズン2じゃない。あの、最後の20話まであと数時間ですが、ぜひ。 最後、みんなで、見届けたいと思います。ではまた。